こんにちは、速稼塾の久保です。今ね、浅草の映像を送ってもらいました。こんな感じに見えるんですけど、皆さんいかがですか？これがあの浅草の仲見世なんですよ。あっちこっちシャッターが閉まっていてね、で、開いてる店もお客さんが寄りついてるかというと素通りするだけで、まあなんともね、ゴーストタウンみたいじゃないですか。まあこういう風になってしまうなんて、去年のね、年末、それから今年の年明けに誰が想像したかなってことなんですけども、まあ今日もね、東京除外したGoTo キャンペーンみたいなのが行われましたけども、とにかくね、東京が日本のガンみたいな形に思われている方もいると思いますけども、やっぱ東京によって支えられている部分もありますんで、ここはね、仲間割れすることなく、まあそれぞれ各地区によって、まあ我慢するところと、まあね、アクティブに動くところと使い分けていかないといけないと思いますけども、なんせね、政府行政の方向があっちこっちなん で専門家と言われている方も本当に専門なんかなのかなというぐらいちょっと頼りにならないと私は思うんですけどね、で小池都知事もせっかくね都知事、圧倒的な支持を得てなったわけですけども、どんな仕事をしてくれてるんだっていう感じですよね。この浅草を見ろとこれがあなたの仕事かと言いたいぐらいですけども、まあ東京から離れて、遥か1000キロにいるね私にとってはまあなんかここで吠えるぐらいしかないんですけども、まあ、とにかくね浅草の寂しい現状を送ってもらいまして、浅草の演芸ホールも去年ですよ、私行ったの。それから柴又、東京タワ ね、いろいろと東京の方も揺らしてもらいましたけども、なんか今度行くのはいつのことなのかなというふうに思っちゃいますね、こうなると。まあ皆さん、ご安全にお過ごしください。それでは動画を送っていただきましてありがとうございました。またね、何か気づいたことがありましたら、都心の動画など送っていただければ幸いでございます。それではご安全に。